着いたら今僕はここにいた。飛行機に乗ってね、マーシャル諸島のマチュロからね飛び立ってですね、ミクロネシアの方に入ってきております。いくつかの島を経由してね、コスラエ、ポンペを経由してですね、いよいよ目的地のね中区にたどり着きます。今回はね中区に滞在いたします。たくさん島があるんですけども、こちらの方の島に行きますね。なんか環礁の中にある島でですね、上野っていうところにの飛行場に降り立っていきます。雲の下に島影が見えてきました。これから空港に降りていくのだと思います。青い海と緑色の青い島々、自然豊かな島々だという印象がします。でもここではかつて戦争が行われていたという歴史があるんですね。せっかくならいろんな島に行きたいという気持ちもあるけれども、いろいろ都合がつかわず一個の島だけの滞在ということになります。緑豊かな島ですね。そして街並みもね見えてきましたね。いよいよ着陸でございます。無事に到着いたしました。ミクロネシア連邦の中区でございます。上野っていう島でございます。空港の中を歩いて外に向かっていきます。赤い綺麗な花が咲いております。コンテナが置いてある、これはねホテルの近くで撮ったやつですね。気がついたら今はここにいた。